どうも、ハーツ&クロージーです。今日はですね、前から気になっていたケーキ屋さんのケーキを食べたいと思います。ラメゾンっていうねケーキ屋さんなんですけれども、なんか美味しいらしいなと、ちょいちょい写真では見てたんですけど、どんなものか実物は見たことなくて、実物見たらですね、これはあーってくらいすっごい美味しそうだったんですよ。本当にパンフレットもらってきたんですけど、すかこれ超美味しそうな、これいやーすっごい美味しそう、うわー、うわ、なんかいい匂いするのこの紙すっごい匂いします。でも高いんですよ。16センチのホールで3000円くらい、21センチくらいになると6000から7000くらいですね、しますね。ちょっと開けます。よいしょ。ほ、あれ見えない近っ、よっ、あ、わー、遠い遠い、小さいのね2つ買ってきました。はい、ね、こっち1号が乗ってる方が桜パンナコッタのカップケーキで、ちっちゃいミカみたいなの乗ってる方が宮崎たまたま発音がおかしい、宮崎たまたまのカップケーキです。ちっちゃいオレンジみたいなミカみたいなのが宮崎たまたまっていうなんか品種の柑橘の果物なんですって。本当はタルト食べたかったけど、タルトめっちゃ高いから買えなかった。これならちょっと安めなんです。うわ美味しそう。桜パンナコッタは白玉みたいなの乗ってるんですよね。ほいでこの宮崎たまたまは初めて見るんですけど、この柑橘これも気になって、桜パンナコッタから行きましょうか。これどう食べよう。桜のチョコレート先に食べちゃいましょうかね。これね、ん、なんだこれ、もちもちしてる。ちょっとチョコじゃないのかこれ、飴っぽい。なんかハイチュウっぽいやつです。こんなのあるんだ、美味しい。さあ、そしてこの桜の形にカットされたイチゴですね。かわいい桜イチゴ、これもいただきます。あ、そしたら下からですね実況、プルプルのこう桜色のジュレとパンナコッタですね、白い出てきましたね。これは一気にいただきます。うまい、プルプルうまい、すっごい美味しい。このイチゴ行っちゃいましょうか、てっぺんの。美味しい、甘酸っぱい。さらにこの白玉まとめて、うまい。あー、めっちゃ美味しい。あー、これなんかこう全部まとめてこう洋風の桜餅みたいな感じですね。すっごい美味しい。うん、美味しい。このパンナコッタ、このパンナコッタもすごいなんか濃いです、濃厚。ほんと桜餅の生地みたい。あ、二層になってるんだ、これ二層になってるんですね。うん、桜パンナコッタごちそうさまでした。これうまいです。あの、僕ね、桜餅ってちっちゃい時にすっごい食べてたんですよ、大好きで。なんか2種類あるじゃないですか、桜餅。あの、米粒が残ってるお餅のやつと、あと薄いお餅であんこをくるんだやつと。僕はその薄いお餅であんこをくるんだやつが大好きで、そればっかり食べてた時期があって、その時思い出しました。あ、なんかこんな味だったなみたいな。しかも僕の大好きな、これ白玉とね、いちごとね、ジュレもまたいいんですよ。ジュレと2層になったこうパンナコッタの、この合わさった時の、合わさった時の感じがすっげーうまい。あっさり、とろとろ、濃厚みたいな。絶妙でしたね。これお土産とかに持ってったら、わ、やるなって思われるパターンのやつですね。キューハンサムです。続きまして、宮崎たまたま、これもこれでもシンプルですよね。でもこれ皮ごとなんだ、皮ごと食べれるやつ。なんだろう、この梨かな、これ角切りの果物。すごい美味しそうですけどね、よだれ出てきちゃいましたけどいただきます。うん、うまい。これ角切りの果物だと思ったらなんかプルプルしてる、ゼリーなのかな。すごいさっぱりしてます。でね、このね、このたまたま、たま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 言ってますけど、このたまたまが口に入った瞬間のこの爽やかな、ぷわーってこう爽やかな香りが来る感じ、いいですね。皮ごとだけど全然食べやすい。下にあるのがこれなんだろう、なんだこれは。甘くて苦い、あのココアっぽい感じもある
なんか僕の味覚では判別できないような複雑な何かになってますね、これ。下にココアの生地があって、その上にこのババロアみたいな柑橘系っぽいちょっと苦味のあるクリームで、その上にゼリーで、このたまたま、うまい、すっごい僕好きだな、これはうめえな。ごちそうさまでした。これは美味しいです。このたまたまって何なんですかね、すごい美味しいですね。このタルト食べたかった、こんなタルト食べよう。ちょっとお値段もタルトより安めですし、手が出しやすいんで、もしね、あのラメゾン見かけた方はね、これからお試しで入ってみるのいいかもしれないですね。そうですね、宮崎たまたま10ハンサムです。おめでとうございます。これ美味しい。これ1個530円なんで、お高い買い物だったんですけど、非常に私満足しました。好きな方もいっぱいいると思うんですけど、食べたことないという方はよかったら食べてみてはいかがでしょうか。というわけで以上、ハンサムクロージーでした。バイバイ。Thank you.